ャレコメカナメストーン、よろしくお願いしまーす。ここに来たからには一つ言っておきましょうか。シャレコメカ、ガー、あ、佐賀ごめん、あの一番近い人が突っ込むことになっちゃうんだ。え、なかなか一番最初のやつとか拾えてました、これ。だいぶちっちゃかったと思うんですけど。大丈夫、大丈夫。スーパー高性能ですか、これは。そうよ。家やから声押さえてるとかのレベルじゃなかったんですけど。そう、出てる、出てる。あの、初対面の気まずさが二人に。そんなんじゃないよ、チャンネル名。な、え、じゃあ何なの？シャレコメ、カナメストーン。なんと今日ですね、佐賀のピン芸人と森本サイダーでーす。どうも、親戚の集まり嫌がる長男、森本サイダーでーす。いいね。今日はですね、在南寺うま飯フルマーレ大鶴肥満編。今ここに肥満がいないんですけども、うん、もう作ってくれてます、はい、今伊藤が M1 行った時とか、うん、カエル亭がキングオブコント行った時とか、はいはいはい、僕も R1 行った時食わしてもらったんで、なんかあれば絶対食う。なるほど、はい、あと、うん、僕はその引っ越してきて1週間ですけど、うん、大鶴肥満が普通に自分の晩飯でピザ食ってるのは見たことあります。あ、個人的に、個人そうですね、自力で見ます。あのメニューというか、あ、そうか、メニューメニューもあるもんね。どれが一番好き？いや、僕はね、あのエビバイオがすごい好き。うまそう。エビバイオ、エビバイオいや、あのうますぎてエビバイオって言ってた。わ、すげえいい匂いしてきてる。もうずっとしてるよ、本当にいい匂い。コーラしか飲んでないぐらい。まあ、本当？本当そうです。イメージ通りですよ。確かに。アメリカなんだな。ベロが。ベロがアメリカなんだ。そうか。うん、だってマックとかもめっちゃ好き。そうそうそう。だからベロアメリカなんだ。だから逆にあれですよ、肥満は、うん、スケモンとか、うん、そう嫌いですからね。じゃあマジで日本アメリカにいた方がいいんだ。本当は。アメリカにいた方がいいんだ。うん、僕和のそういうの嫌いなんでって言ってました。なんかさっきチラッと言ってたのが、透明のものって味しないんでみたいな。卵白とか、そう、透明って味しないんでみたいな発言はしてた。なんかだからやっぱアメリカですね、ぐらい濃くないと。確かにアメリカ色をつけますから、うん、そうそう、アメリカって色だからやっぱ。こちょこちょ、もしかしたらそろそろ。マジで？嘘でしょ、それ本当言ってんの？うわー、なんかこのちょっと見える感じがもういいな。あ、そう、そっちの席から見えてる。はい、ごめんね。僕らでっかい肥満しか見てないです。いや、そうなんですよ。逆に俺肥満目に入ってないからね。こう、嘘だろ。あんたでかいやつや、うん、全然今もう。でもそれはでも肥満本望なんじゃない？そうだよね、うん、ピザの方にと。最初のやつです。嘘でしょ。こちらタコスピザでございます。うわー、タコスピザ。しかもこれ上は焼いてないのか。後のせいですね。うーわ、なにこの、え、うわ、もちもち。これ一口いっちゃおうか、これ、はい、腹いってるな。タコスはな、熱いですよ、それだけいきよう。うめー、うまいよね。いや、笑ってます。泣いてる俺。泣いてます。自分では気づかないうちに泣いてるのかもしれない。うん。暇もええ顔しとるわ。はあ。いやいやいや、出ました。山口の最上級のうまい時のファー。初めて食った。俺も。本当ですか？めちゃくちゃうまい。あ、よかったです、それ。うん、それ準備してますもん。え、もう入れた途端に？もう。手が勝手に動いてた？おぉ、お前、山口も今日初めてファーやったのに、そのアレンジしてやるなよ、もう。もったいないもんな、うん、具がな。あるか、うん、ファーでかすぎて、こんなに辛い。なんか、いっぱい喋ってたから。やっぱ、飯が口に入ってるから、まだ。なんか、いっぱい喋ってはいたよね。ファーはブリーン。そう、申し訳ないだよ。その、食った後の何かを求めすぎて、今ちゃんと味わえてるかどうか心配。かわいそう、こんなうまいやつ。で、さあ、うん、どあれなんでしょ、どうせお酒ないんでしょ、お酒ないんでしょ。ないの今日。お酒ないんでしょ、どうせ。え？なんか目の前、なに、なにこれ。あー、ずっと、え、あ、ずっとあった、ずっとあった、あ、ずっとあった、トークしてる時からずっとあった。お疲れ様です。今もお疲れ、ありがとうね。お疲れ。あ、今、あの、コップでコーラ。あ、ごめんなさい、これパンの生地があるんで。あ、じゃあお疲れ様です。いいね、いいね、いいね。お疲れ様です、お疲れ様です。うめぇ、うまうまいね。幸せだよ。
幸せだよ。マジで幸せだよ。だから伊藤がいなくてもみんな仲良くやっていけてる。そうだな。うん、うん、伊藤は今ちょっと仕事で今いないけど、うんうん、伊藤がね、うん、なんか最近占いハマってるらしい、うん、らしいよね。で佐川のことを占ってもらったんですけど、僕との相性が最悪らしい。マジで。だからじゃあこれが、はい、この映像が最後の2人の笑顔の会話になるかもしれない。全然あるかもしれない。全然あるかもしれない。全然あるんだ。休全然あるんだ。やめた方がいい。あの後輩の喧嘩超煽るの好きだから。でも確かに同居始めたことによってほらなんかちょっとしたことがなんか今まで見えてなかった。ただ大丈夫です。我々も3年ぐらい同居してますけど、はいはい、全然仲良くやれてますんで、そういう例もありますので。ああ、そうですね、うんうん、ただ分かんないですよ、その占い。もちろん占い師の方の予想通りになるかも全然いや、僕なんやったら、うん、この家の中で一番まあ、うん、昔から知ってる、うん、そうで、一応安心感はだいぶ最大には あ、なるほどね。でもそうです、よりどころでは一番そうですよ。最初はね。あとは思ってましたけど。うん、最初はねとか言うなよ。もう煽ってきてるからちょいちょい。嫌なことが起きた時に、うん、山口の顔が思い浮かんだ。言ってた、そういうの。なんか、M1 のネタも、あらないでって言ってたよね。ね、畑中はそれでいいのって。占いは面白いけどね。いや面白い、めちゃくちゃ面白い。どうしますそれ言われたら。占いでさあってそうそうそう、あっちのネタがいいって言われたので、で急遽変えるみたいな。なるほどな、なるほどな。でも喧嘩はしたくないから。あ、次行きました。次。え、何？今度は今。これは新メニューです。うん、うわ。これ見たことない。照り焼きマヨです。うわ。ちょっと僕も初めてだ。え？今これ本当に。あ、そうです。ハツピー。これなんかさ、これ肉みたいなの。なんか甘い匂いもするよ。照り焼きです。照り焼きの。照り焼きの甘い匂いだ。うーわー。即席ですね。だからこれ僕がこの間肥満が一人でピザ食ってた時に、うん、これ作ってたんですよ。何？試作してたんだ。試作してくれてたんだ。ピザの素振りしてました。うわー。これはうまいぞ。これ使っていいの？あ、どうぞ。ありがとう。なんでそんなジューシーなの？すごくない？あ、なるほど。鶏のその脂が。あー。ちょっとやっぱり、はい、和を感じるよ。あー、照り焼きの、はいはいはい、うん、肥満も、うん、これを作った時にやっぱ求めてた味だという、うん、そうだよね。肥満が炭火の匂いもする、はいはい、これ正体わかりますか？このえ、なんかなんか肥満ぶってなんかさ、肥満ぶってるけど、肥満一番細いけど肥満ぶってるけど、そう、僕その肥満が素振りしてるの見てたから、うん、答え知って持ってるんですけど、これでもちょっと分からへん状態でちょっと何かちょっと当ててほしいですね、うん、僕も知って持ってるからあれなんですけど。ちょっと何やってんの？レイジ、ぶん殴られた。俺この後あれでぶん殴られた。あれ、炭火って言いましたよね。うん、正解です。どういうこと？これ国産鶏肉炭火焼き焼き鳥の缶詰の肉を使ってるんですよ。焼き鳥の缶詰、ね、はい、うまいねー。正解の盛り上げを自分で自らやってるの？それ周りにやってもらうもんだよ。正解した時の盛り上げは。でいいいい、そう俺が突っ込んでる時は声出さないようにすると思う。今銀パラのビバですか？よく知ってるね。入りました。違います。銀パラね。銀パラです。パラとか懐かしすぎるだろ。パチンコです。すいません。すいません。はい。パチンコです。これなんか混ぜてます、うん。なんかカチャカチャ鳴ってる。なんかシコシコ言ってる。シコシコ。シュコ。しかもさ、焼けんの早くない？確かに。うん。やっぱ機械がいいんじゃない？やっぱ。生地のね、うん、劣化したりとか結構長いですから、そう。うんうん。その時間結構。なるほどなるほど。仕込みのね。で丸一日って言ってましたよね。そう言ってた。で、一枚焼いてる時にもう準備してるんで、うん、うわー、無駄を省いてるんだ。だから早いんだ。はい、手際もいいんですよ。これが食えるっていいな。いいよね、うん、すぐそこにあるわけですよ、常にピザが。はい、それはいい生活だよ。あ、ひま今日飯食ったの？俺食ってないです、まだ。うわマジ？じゃめちゃくちゃ腹減ってるでしょ今。食欲が刺激されてやばいことです。そうですよ。我慢して作ってくれてたわ。そうですよ。3枚目焼き始めたんで、はい、これ食べて食べて。ほらほらグー言ってくれたもん。グーこれが最後の質問。うん、いやそうだよな、自分スイーパー中での一応ベスト今のとこ。掃除屋だから、掃除屋。おおおおほら今落ちたぞ。今コーラは、あ
そうだな、お酒飲めないもんな。ビールついでもらう時のやり方コップ斜めにして間に合ったか。甘い。うまいなあ。今酒は飲めないんだ。酒飲めないんですよ。え、もうずっと飲んでない。ずっと、まあ、たまー飲んでないですね。それは、俺、正解聞く前に話し出したじゃん。間違えた方向に行くとか。え、好きじゃないの、それとも体が合わない。弱いんですよ、ね。あ、弱いんだ。あと、水みたく飲んじゃうんですよ。ああ、だからだ。普通にドリンクとして飲んじゃう。そうなんですよ。お腹、その喉乾いたからって飲んじゃうんで、なんでこんなすぐ気持ち悪くなるんだっていう状態になっちゃうんですよ。僕は弱いんですよね。そういう家系なんですよね。あ、家系がもうそうなんだ。もう親は先弱いんで、コーラスで。お父さんお母さん体大きいん？いや、ちっちゃいっす。あ、じゃあもう、覚醒だ。だけど別におじいちゃんおばあちゃんもちっちゃいんですよ。まだやっぱり、信じてないっすね。自分の家が本当の家なのかってこと。はい、まだちょっと信じてないと思いますね。確かに。兄弟は兄貴いますけど、兄貴が捨てますね。ドラマとかだったらさ、はい、あいつ多分違うよってなるもんね。そうなんですよ。ドラマの考察するドラマとかだったらさ、はい、アメリカのあいつだけなんか違えぞ。アメリカの違わないって。確かに顔もちょっとそうめっちゃ二重でさ、アメリカっぽい。確かにそう言われるとアメリカなんじゃないか。もしかして肥満の出身地アメリカなんだよ。だって我が苦手も分かってますね。そうだよね。はい、どこだっけ出身。東京です。東京か。練馬で。あ、そうなんだ。はい、なんかさ、日原が関西だからさ、はい、てっきりそっち系かなって勝手に思い込んじゃってたもん。いや、おそらく関西が嫌な人みたいになっちゃう。実家お惣菜屋なんで。あ、はい、なんかさ、うまそうなんだけど。今の実家の惣菜うまそうなんだけど。うまかったっすね。あ、そう、まあ、繁盛したんですけどね。あ、そう、どんどんやっぱ不況な折り受けましたね。でもさ、冷房今はつけないか、さすがに。さすがにそれはつけないですけど、11月までつけてましたね。マジ。はい、でもさ、冷房ってさ、佐川の部屋から流すわけでしょ。あ、そうなんですよ。あ、そうです。ここの冷房が、うん、だからここの間の、なるほど、部屋にないドアは、うん、ぶち抜きではあるんですよ。そうですね、うん、佐川も寒い思いしてようやく暇になったのみんなを犠牲にして涼しいを手に入れて、はいはい、その代わりだからいろんな調べ物とかするんで。そうだよね。だったらピザだったら、はい、そうバランスが取れてない。そうです、はい、あ、でも今あれですよ、大鶴肥満が全員の洗濯もしてくれてるんですよ。え、僕洗濯好きなんですよ。いや、分かる、俺も超好き。はい、なんかさ、気分すっきりするよね。そうなんですよ。いや、バーンって干して畳むのなんかやるの好きなんですよ。分かる分かる。毎日洗濯してますよ。毎日洗濯する。でも分かるよ、毎日洗濯するよね。でも汚くなっちゃうもんね、油が染み込む。汗とかとか、そう、油が染み込む。だから、違う、なんか不満だって、不満。え、不満ですか。今不満だって。油が染み込む。自分のインナーとかでも、はい、やばい、その体の油が染み込んじゃう。すぐ洗わないと。首油すごいんだよ、首の油って。いや、それはでも着ないですよ。ほら、あ、もう多分時間とかで分かってんすよね、多分。お、なんかいい時の顔してる。なんか僕の子供だ。衣服とタオルってできれば洗い分けた方がいい。あ、入れますか。え、なんで。柔軟剤は衣服につけていいんですけど、タオルとかは柔軟剤吸い込みが悪くなっちゃうからね。そうですね、うんうん、切っちゃダメなんで、できれば分けた方がいいっていうのもあるんですよ。うんうんうん、あ、待って、え、おお、これはもしかして。え、皆さん、デザートの時間ですよ。え、なにこれ。これはリン、あ、あれ、ちょっと待って、なに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 、これなんだ、なになになに。シナモンだ。シナモンだ。シナモン、シナモン、好き好き好き。だってサイゼリアでシナモンフォッカチオとか食うの。わぁ、うわ、マジで言ってる。カスタードリンゴのシナモンのピザ。めったに出ないです、これは。食べていいですか。甘いかどうかがちょっとまだ分かんないですよ。うまい。甘いよ。よかったです。え、ありがとう。優しくなってる。私は心を浄化させるピザなの、はい、優しくなれる。何これ、めっちゃうまい。あー、いいですね、これ。いい。リンゴも皮剥いてくれたんだ、はい、ありがとうな。結局伊藤さんコズでしたね。本当だよ。まあいいよ、あいつはそういう。あ、うん、連絡来ました。来た。まだ終わらないから1時過ぎぐらい。どうした、終わらない。どうした、どうした、忘れてるじゃん。どうした、どうした、どうした、どうした。写真送って、写真送って。いや、まあまあまあ、で忘れるか、うんうん、そら、もう忙しい、毎日だから。嫌な顔する、嫌な顔。ありがとう、ありがとう。これ送りますね、うん、それ毎日いろんな仕事がバラシになったり決まったりしてるからちょっと変わってもらってもいいですか。
な、なにすいません、あの、ほんとすいません、あの、本来ここで終わりのはずだったんですけど、ナレドリが一発入ったのを完全に伝え忘れてました。ほんとは本当に本当に何やってんだ伊藤せっかく今日伊藤の服着てきたのよ、伊藤に会えると思って。伊藤の服？伊藤からもらった服。あ、この間焼けたシャツですか？そうだよすいません。あ、てかあれっすよ、終電っすよね、普通に。今何時？終電っすよね、とか言ってなんか帰らせようと、こいつなんかお前が家にいて帰らせるなら嫌なんだなって分かんないけどお前家にいねえのにいやだからマジ意味わかんねえよ。違う、あの俺が帰る頃ってもういないですよね。いない当たり前だろ。だって1時でしょ。だって今日ライブ受けた。ライブですか？ライブはもう全然受けなかったそうだそうだそうだいいね、だからいいよ、ありがとう、幸せになるから。そうだ、聞けたよ。いつの味だ。オッケー、また来るから。じゃあ来させて。はい、また家にも行かせてください。あ、ぜひぜひ。オッケー、はい、すいません。はい、お疲れ。ありがとう。はい、お疲れ。ということで、肥満、そして、この家の住人たち。もちろん、もちろん。ありがとうな。もちろん。楽しい空気を提供してくれて。ちょっと一個、やっぱ幸せな気持ちで、はい、確かに。帰ることができます、これで。よかったっす。ありがとう。みんなも、また、それから。仲良くな、お前ら。いやいやいや、仲いいねん、別に。思い出すから。ちょっと何かあった時に、なんか言ってたよな。その、変な占いと。じゃあみんな、また、それから遊びに来てねー。